ございます。マニアックステーションマニステードーン。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆいでございます。今日はですね、一人で撮影をしてるんですけれども、今日はずっとやりたかったウーバーイーツを頼んでみたいと思います。そして、今日はですね、こちらのメニューを頼んでみました。ドン。はい、今日注文したのはこちらでございます。パンチョですね。スパゲッティナポリタンが有名なお店でございます。今日頼んだのは白いナポリタンでございます。白いナポリタン、カルボナーラとペペロンチーノが混ざったような感じの白いナポリタンでございます。追加で、目玉焼き、焼きチーズ、ベーコンをトッピングして注文しました。雨の音か足音かと思ったわ。あ、来たかも。来たかな。トントンとかしてほしいんだけど。あ、はい、わーい、到着した、到着しました。嬉しい、こんなに待ったの初めて。はい、今日頼んだのはパンチョですね。スパゲッティです。いや、お腹すいた、めっちゃいい匂いする。すごい、見えるかな。よいしょ、見えますか。プルプル。トッピングでベーコンと目玉焼きとチーズですね。チーズこれ乗っけます。うわー、美味しそう。サラダも頼みました。あー、お腹すいた。いただきます。箸で食べますね。ちょ、お前ベジファーストで野菜を先に食べます。いただきます。うん、もう中空いてるから何でも美味しいわ。もう、結構サラダいっぱい入ってる。サラダって言ってもキャベツね。キャベツがたくさん入ってる。うん、わあ、めっちゃうまそうなんだけど。わあ、素晴らしい。ちょっとここに乗っけて食べようかな。サラダの蓋ね。うまそう。ちょっとピーマン入ってるけど我慢して食べようかな。うん、食べないやっぱり。いただきます。うん、やっぱうまっ。うん、うまい。うん、よいしょ。私ね、ピーマン食べられないんですよ。おいしいって思わないね。なんかね、大人になったらさ、食べねえ、ピーマンぐらい食べなさいよって思うかもしんないけど、大人なんだからさ、チョイスはさ、自分でしてもよくないと思っちゃうよね。食べたくないものを食べる、ねえ、努力なんてしなくていいような気がするんだよね。って私は思います。うまっ。ビール飲みたい。ビール飲んじゃおうかな。うん、うまっ。結構入ってんな。
パンチョといえばこのね、こういうこの太い麺、これが特徴ですよね。パンチョってなんかね、渋谷に何店舗かってね、結構展開はしてると思うんだけど、見かけたことないですよね、パンチョ。チーズうまっ。すごい。パスタ、一応パスタなんだね。この紅しょうがが乗ってる。珍しいね。一緒に、いや、ピーマンついてこないで、やめて、こっちにもいる。あーもう、あ、やだ、もう大変。よいしょ。うまっ。ベーコンでかいね、ベーコン。うん、ベーコンと麺、このコロナのね流れ、コロナの流れというか、コロナのこの時期になって、ウーバーイーツも本当に自宅で何かを頼むっていうのが当たり前な感じの流れがありますからね。ウーバーイーツやりだす人もね、結構増えましたもんね。本当に感謝、ありがたいですよ。あとね、ウーバーイーツのいいところって、普段食べになかなか行けないようなところの宅配をしてたりとか、まあ、ウーバーイーツだけじゃないと思いますけど、それが本当にいいね。ラストベーコン、脂身うまっ。脂身って美味しいよね。あとこんだけです。あ、でもこれを食べる前にサラダを先に食べちゃおう。完食。あとこんだけいただきます。ラスト一口、うん、完食しました。いやー、お腹いっぱい。なんか大盛りにしますかっていう表示はわかるんだけど、
麺を 100g 少なくしますかって表示があったんですけども、まあそれあるのが分かる気がするぐらいの、ちょっと結構なんかね、この見た感じあんまし多くなさそうなんだけど、すごい結構なボリュームでした、普通盛りでも。ありがとうございます、ごちそうさまでした。雨の中届けてくれてありがとうございました。どちらにいるか分かんないけどはい、ごちそうさまでした。今日はですね、私の大好きな、お腹ペコペコなので、私の大好きなものを 初 Uber 撮影をしてみました。皆さんもぜひぜひね、なんかこういうのね、私結構新宿近辺なんですけども、こういうのが美味しいのありますよとかあって、なんかあったら教えてください。すぐ Uber Eats します次は、また、次の配信までお待ちくださいませ。それでは皆さん、さよなら。また多分一人でやるときは Uber Eats やるけど。